ジャイルです。そしてさつきりりかです。さあ、まあ昨日の動画をちょっと見てほしいんですけど、はい、まあバンド募集するじゃないですか。はい。だからこれ一旦さ、りりかちゃんの歌もさ聞かせなきゃさ入りたいって人いないから。はい。だから一旦有利に勝ったっていうやつをつけれるかどうか。はい。わかる。なんつうの、ハックをつけるつうの。ハックをね。そうそう、つけれるかどうかよ。はい。一旦が申し訳ないけど有利に負けたボーカルのバンドってなるかもしれないけどね。いや、まあ気持ちが大事ですから。いやいや、気持ちじゃない。全部点数よ、歌なんてもんは。でも点数は自信あります、正直。過去最高得点聞いてる。あ、そう、確かに。あ、わかりました。お願いします。過去最高得点が100点なんですよ。それはなんかさ、でもそれなんか家のカラオケでしょ。違いますよ、普通にカラオケ屋さんで歌って。カラオケ屋さん家のカラオケって何？家のカラオケって何？家のなんかスイッチとかのカラオケじゃねえ。ありません、そんな。違う。普通にでも6年前なんで。え？ちょっとわからないですね、今は。6年前の話出してくんなよ。6年前は、まあ、100点は。え？100点は一生言ってもいいだろう。言っちゃダメだ。ちなみに何言ったんだ？その時がその366日を歌ったんですよ。じゃあそれだけなしでしょ。わかりました。うん、それやったらズルになる。それズルだから。汽車を待つ君の横で僕は時計を。だから何の曲がいい？じゃあパラレルワールドで。あ、パラレルワールド、オッケー、オッケー、オッケー。先俺言っていい？逆に。あ、どうぞ言ってください。今回逆に俺が言っていい？どうぞ。逆に俺が行くわ。パラレルワールドと。パラレルワールド何？何ですか？パラレルワールドと晩餐家を。あ、晩餐家ね。晩餐家。これはおかしいから。もうダメだ。晩餐家。黙れ、晩餐家。お願いします。晩餐家。じゃあ行かせていただきます。はい、お願いします。あ、ごめん、やっぱ先行ってもらっていい？なんでですか。いや、もう行ってくださいよ。いや、ごめん、無理だ。一旦相手の点数見ないと、こっちのやる気が。うわ、じゃあ、違う、私はようこさんバージョンのやつで行っていいですか？いいよ、いいよ。本当だと、それ、ちょっとそっちの点数高く出るから。そうなんですか。うん。適当に出るわね。全部なんか適当に聞こえるの。え、今更？じゃあ、リリカちゃんからで。これいい？はい。キーはこれで OK？ OK です。ガイドメロディオフにすんだ。うん。え、うるさくないですか、音を。逆に分かんない、気にしたことなかった。ミュージシャンっぽいね。アーティストなんですけど。めちゃくちゃミュージシャンじゃん。
マジで。ありがとうございます。やばいね。めっちゃいい声だよな。うわ、緊張した。そのひっくり返すのってどうやってやるの？え、ひっくり返すのってあの投げてるやつですか？え、ひっくり返すのハスキーですか？ハスキーは俺も実はわかる。なんかひっくり返す、この入るときにさ、一瞬このひっくり返るのがかっこいいよな。その感じかっこいいよな。なんか自然と出ちゃいます。めちゃくちゃかっこいいこと言うじゃん。うわ、やばい。おー、やった。高い。イエーイ。やった、これは倒せるぞ。いやいや、舐めないでもらっていい？俺ってすごいよ。やばい、怖い。あ、本当の歌手ってのミスだけど。説得力あるのか分かんねえから。じゃあちょっと、はい、まあこれはもうあれね、授業だと思って聞いて。わかりました。振るねえ。新しいはきっともういいか、隣に立ってもいいか、眠ったままを君に見てをやる。洗面台に立っていた甘えるような青君もごめんね。今さら思い出したりするわ。好きになってしまったんだ。君じゃなくて違う人。愛とか全部幻で、現実なんてこんなもんでしょ。ただこの気持ちが離れるマルコみたいに無数に忘れて壊れそうだろう。おやすみだなんてもういいか、伝わってもなくてもいいか、毎日していた癖がまだ数字が聞き開いたって、甘い上手な気になったよ。そうして取り消し、何を言いかけたの。やっちゃってるって。すごい、ライブみたいでした。そうだろ、はい、ライブ。そういうことよ。
もうゆりさんの勝ちで大丈夫ですよ。いや、今日そういうのじゃない。本当ありがとう、ね。今日点数なんで。うわあ、怖いね、これ。これああ、授業はミスやったよ。うえ、え、これやばい。うわあ、うわあ、悔しい。もういや、悔しすぎる。まあこんな感じかな。やば、うん、本当に授業見せられた。だからね、俺もびっくり、最高得点だわ。出したことない、こんなの。俺95よ、よくて。すごー、97。え、マジ過去最高。私よりすごい点数出しちゃってる。あー、ごめんな。わー、ちょっとこれ悔しいですね、うん、日本選手にしよう。そうしましょう、うん、日本選手、だから次勝ったら俺も終わりよ。わー、やばいなー。何する、次何の曲いく。晩餐歌で。え、めちゃくちゃ歌い込んでるよ。大丈夫です。ほんと上がってこいよ。え、どうしたかな、これキー1個上げた方がいいと思います。え、自分で決めてもらっていいかな。あ、どうしよう。愛しーしー、まあ、ちょっと1個上げてみよう。 OK。 何万回の、どんくらいでしたっけ、キー上げた。何万回の夜を、何万回の夜を少しだけ選んで、あれ忘れるような愛してる。いける？はい。楽しみ。君を泣かすから、だから一緒にはいれないな。君を泣かすから、早く忘れてほしいな。人間だからね、たまには違うものも食べたいね。君を泣かすから、そう君を泣かすから。めちゃくちゃいい。いや、いいよ。めっちゃいい。緊張するわ、これ。
絶対勝ちたい。いや、ただただ良かった。やばいかも。うわ、ダメじゃん。ダメだ。いやでも次のユーリさん怖いです。さっき97出してるから。確かに、そうだね。でもこれ最近やったことないんじゃない？うん、まあ97だよね。じゃあ100でお願いします。でもいいよいいよ、全然。100取れなかったら罰ゲームで。じゃあ俺ちょっとキー4ぐらい下げるよ。ずるい。ずるくねえだろ。皆さん聞いてください。ユーリではまさかなんかやだ。俺もやだ、ごめんなさい。君を明かすから、だから一緒にはいれないな。君を明かすから早く忘れてほしいんだ。人間だからね、たまには違うものも食べたいね。君を泣かすから、そう君を泣かすから。でも味気ない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 んだよね。愛愛愛たくないんだよね。君が会いたくないんだよね。なんて勝手だね。だいたい曖昧なんだよね。愛の存在証明なんて君が教えてくれないか。何十回の夜を過ごしたって得られるような、愛してるを並べてみて。何十回の夜を過ごしたって得られるような最高のフルコースをちょうだい。いいかも。きっと一生は無理だよね。君を明かすから胸がとても痛くなった。人間だからね、たまには若い愛なくなって。君を泣かすから、また君を泣かすから。でも自信がない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 よね。変わりたくないないないだよね。君が会いたくないんだよね。なんて勝手だよね。だいたい曖昧なんだよね。愛の存在証明可愛い子いるからね。まあまあまあ。え、ブラックだ。え、罰ゲーム。なんでだ。ゆりチャンネル。じゃあ次で最後だよ。決着つけよ。あ、これ。え、最後。そうそう、1対1。また決着ですか。そう、1対1。日本選手だもんね。日本選手。何します。選んでほしいな。俺が選んだら勝っちゃうから。今日は歌謡曲系でもいいですか。いいよ、かかってこいよ。じゃあ逆にそのもう恋をしないなんては歌い込んでるから歌いたい。じゃあいいよ、別にいいよ、そっち聞いた覚えがある。
え、あいいじゃん。え、俺のこと舐めてる？ユーリね。ちょっと舐めてました。牧原さんのもう恋なんてしない。もう恋なんてしないを、キーをちょっと一番上まで一回開けてもらっていいですか？一番上。文字？すごいね。え、ちょ、君がいないと。君がいないと何にもできないわけじゃないと。ね、6ですかね、じゃあ。めちゃくちゃ得意だわ、その曲。もうやばい、じゃあ負けるやん。見ていい。見ていよしよしよし。
まあまあまあ先に俺が歌ってたら多分負けてたね俺がね、そのこの曲もちろんすごい好きだし、はい、知ってるし、歌ったこともカラオケで1回ぐらいあるかなって感じなんだけど、まああやふやとかあったんですけど、あなたの声で完璧にコピーさせていただきました。僕、メロディーライン完璧に殴ります。おすごっそれってじゃあ外したら罰ゲーム罰ゲーム好きだな一番 YouTuber だじゃあ今日最後の授業はないかな。あ、しっかり見てるよね、97点。
あ、勝ったんじゃない？あれ、イエーイ、勝者。え、皆さん、僕に勝ったさつきりりかちゃんのバンド募集してますんで、これはすごいよ。僕らいきなり俺に勝ってんだからね。俺ってそんなすごいやつなのって話だけどね。なんか、どうしたの？あのね、一個いい、今日、5時に起きてんの。で、今、昼の3時なわけ、はい、テンション一番高いからね。本当に怖い。ごめんけど、怖いよな。わ、はい、かるぜ。わかるよ。でもさ、バンド始めんだからさ、はい、ただただまっすぐまっすぐ進めこうぜ。はい、頑張ります。いけるか。はい、皆さん待ってます。ぜひ応募してください。よろしくお願いします。そんな感じで負けました。勝ちました。勝った。まさきさん、また応募待ってます。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。